丹波市でユーモラスな鬼が参拝者の無病息災を願う行事が行われました。丹波市の上昇寺で毎年この日に行われる鬼こそと呼ばれるこの行事、なんと600年以上の歴史を持ちます。災いをもたらす恐ろしい存在として知られる鬼ですが、上昇寺の鬼は縄で縛り付けられた体に飛び出た目と、なんともユーモラスな姿。鬼たちは力強い足取りで本堂を歩き、参拝者の厄を次々に払って回りました。さらに、鬼こそで鬼が庭に投げ入れた松明は家内安全、無病息災の御利益があるとされ、訪れた人は我先にと松明を持ち帰っていました。上昇寺の鬼はこう悪い鬼ではなしに、良い鬼さんでして、その良い鬼が皆さんの心の悪い鬼を追い払って、福を分け与える、そういう鬼追いの行為が上昇寺の鬼こそです。その後、会場では温かい豚汁も振る舞われ、訪れた人たちは早速幸せそうな表情を浮かべていました。バックには雪、温まる。